皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は11月19日火曜日。本日も音楽と機材もそむねに元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ツイッターでご紹介させていただきました新規初投稿は千葉県八千代市57歳ユジーオスダモンさんからのギター用の直列ボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。自宅練習用ボードということでね、 iPad mini がね乗っかっておりますね。で、注目いただきたいのがね、その左横、こちらねちょっと見慣れないマシンだと思いますけれどもね、コルグさんのですねメトロノームなんですよね。ちょっとすでにね、生産完了品のようですけれどもね、自宅練習用ボードということなのでね、リズムをね養う、ためにですねこういったメトロノームもね、搭載しているボードということでね、エフェボーでも珍しいと思いますし、またね、素晴らしいなというふうに思って見ておりました。で、こちらのボード、じゃじゃん !10万4円ということでですね、たまたま0がね、4つ続きましたけれどもね、ちょっともうちょっと高いのかなというふうに思うんですけれども、いずれ10万円ちょっとでね、組めるボードということでね、注目いただきたいエフェクターがですね、まず1台目がですね、スモールクローンということでね、カート・コバーンもね、愛したというですね、モジュレーション、こちらね、エフェボーアワードでね、アナログ、コーラス部門でね、初受賞された、エルハモのスモールクローン、改めてね、注目いただきたいと思います。それからね、もう1台はですね、バッファーですね。とっても小さいんですけども、今回のユジオスダモンさんのようにですね、この場合はですね冒頭につけるとですね非常に効果がある、バッファーということでですね、ハイインピーダンスのですね、音痩せしやすいとかですねノイズがね出やすいというような、場合にですね、こちらを冒頭にボードの冒頭につけるとですね非常にこうノイズに強い、信号にですね変換してくれるということでですね、この、ビジュアルと、サウンドというですね、ブランド名がですね今トゥルートーンというふうにね名前が変わっておりますけども、製品はですねピュアトーンということで変わっておりませんので、ぜひともね音痩せとかねノイズ、気になる方はですね、こちらの方、注目して、楽器店でねチェックいただきたいというふうに思います。ユジオスダモンさん次回はですねマイページね公開いただいているので、ギターの方とかねあとこのボードのサウンドとかですねぜひともねアップいただきたいと思いますし、それからね、自宅練習用ではなくて外に持ち出す用のライブ用のねボードもありましたらですねぜひともねまた、投稿いただいて、盛り上げていただきたいなというふうに思います。この度はね投稿誠にありがとうございました。それではね本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。新規発投稿追加投稿もお待ちしております。ありがとうございました。